アロハー YouTube! Gクラス YouTuber のりょじちゃんです。はい、今日はですね、中古車選びをする際に、やっぱり皆さん、お値段だったり、車の状態だったり、装備だったりとか、いろんな、要素を、こう、比較しながらですね、バランスとって、こう、車を選ばれると思うんですけれども、今日はですね、その中で一つですね、その走行距離っていうところにちょっと目を当てて、お話ししていきたいと思います。ズバリですね、走行距離10万キロを超えてる車はありかなしかっていうことなんですけど、ちょっと僕の意見ですね、から、お話ししますと、10万キロを超えてる車はありっていうふうに思っています。世代によってはですね、ベンツは10万キロを超えてからが、調子が良くなってくるんだっていう、そういう方もいらっしゃるぐらいなんですけれども、僕の G クラスもですね、13万キロ走ってますし、どっちかというと軽自動車とかは、エンジンも小さい関係で10万キロっていうのが、一つ結構ネックというかですね、寿命がそろそろ近いのかなっていうそんな雰囲気を醸し出してるんですけれども、ゲレンデに関してはですね、正直10万キロ超えても、そんなにエンジンとか、ミッションっていうのがダメになっちゃうかっていうと、そういうわけではない車です。その10万キロっていうのが、一つですね、その更年式で、10万キロなのか、低年式の10万キロなのかっていうところにももちろん寄ってきますけれども、どっちかっていうと、更年式で10万キロっていう方のが、故障の、リスクっていうのは、少なくなるのかなと思います。もちろん更年式の低走行の車を買うのがやっぱり一番故障のリスクは少なくて、安心できるかなと思うんですけれども、やっぱりその分お値段っていうのが、上がってきちゃうものです。で、中古車の、一つ相場でですね、いろんな、3万キロを超えてる超えてないとか、5万キロを超えてる超えてないとかでまた金額がちょっと変わってくるんですけど、やっぱりその10万キロを超えてる超えてないっていうところも一つ、相場がこうちょっと大きく変わる部分になるので、意外と10万キロちょっと超えてる車とかっていうのは僕は結構ありだと思うんです。やっぱりその10万キロに行くまでに消耗品関係とかも変えてる車っていうのは結構多いですし、それでお値段がですねちょっと抑えれて、乗れるんだったら、どっちみち車買ってですね、毎日例えば通勤とかすると、やっぱり距離っていうのは伸びるものなので、そんなに10万キロっていうのも苦にしなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。逆になので10万キロちょっと超えてるぐらいの、G クラスとかがあれば、意外とそこっていうのは、例えば9万キロの G クラスと比べてですね、結構お値段が変わってくる可能性は十分あるので、それだったら、僕だったらですね10万キロちょっと超えてる方を、選ぶかもしれません。多分選ぶと思います。はい、なので今日はですね、その中古車選ぶ際にですね、10万キロ超えてる超えてないありかなしかっていうそんな、ことを、お話しさせていただきました。これっていうのはやっぱりいろいろ中古車選ぶ時っていろんなことが絡んでくると思うので、距離だけではなくてですね、その車に、欲しかったオプションがついてるだとか、この色が欲しかったとか、いろんなことを、
考慮しながらこう車選ぶと思うので、まあ単純に今日は10万キロを超えてる車が、特段その状態が悪いのか悪くないのかっていう、そういう観点でですね、お話しさせていただきました。はい、動画見てもらってですね、少しでもいいなとか、良かったなって思ってもらえたらですね、ぜひ、高評価の方、いいねと、チャンネル登録の方お願いしたいと思います。はい、リュジッチャンネルの方、毎日、更新してますので、ぜひこれからも、ご視聴お願いします。はい、今日も、ご視聴ありがとうございました。それではマハロー。